カターレ富山対ザスパ草津の一戦お伝えしてまいります。富山県総合運動公園陸上競技場です。日産自動車で9年間ゴールキーパーとして活躍されました。現在は富山県の強豪水橋高校サッカー部監督の安井隆さんです。安井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは両チームのメンバーをここでご紹介していきましょう。まずはホームの富山です。ゴールキーパー中川、最終ラインは西野、浜野、堤、中田、中盤の底に渡辺と永山、2列目に朝日と上園、2トップは長谷川と木本、サブのメンバーゴールキーパー橋田、以下船津、カンヒョンス、桜井、石田と入っています。ガーティア草津のメンバーです。ゴールキーパー本田、最終ラインは佐田、北、田中、小池、中盤は広山、松下、桜田、熊林、2トップに高田と、そして今シーズン初スタメンとなります後藤が入りました。草津のサブのメンバーゴールキーパー時澤、以下川原、山崎、玉野、そして校長の戸倉は今日はサブに入りました。第4の審判は沢崎さんで裁かれます。今前半戦がキックオフとなりました。左にエンドを取ったのがホーム、青のユニフォームカターレ富山、ローという意図が集約されていますね。左サイドから桜田のコーナーキック、ファーサイドダイレクト、ここは合いません。もう一度シュート、こぼれている、この前本線押し込んだ、ゴールイン、いえノーゴールです。失礼しました。最後はゴール前のファールがありました。一人富山の選手がゴール前で倒れていますが、今のシーンご覧いただきましょう。小池のシュートはジャストミートしなかったんですが、田中のシュートからのこぼれ球、ゴール前混戦となりました。最後は北が押し込みましたが、攻撃の起点となってっていうのが今年の得点パターンの一つです。はい、桜田から高田、シュート、いい抑えたシュートだったですね。今日初スタメンの後藤、今いいシュート、抑えていいシュートだったし、中川も非常にこの辺り注目のマッチアップです。ここですね、ここでどっちにボールが渡るかですね。もう素早いスタートから松下のシュート、弾いたボール、いいですね。そうですね、先ほどから何回かついてるんですけど、はい、上重から木本のシュート、バッキーパーが積極的に狙っていきました。枠を捉えてます。左サイドからのゴール前、筒見が上がっていく、低いボール、ニアサイド、ヘディング、筒見、それから浜野といったあたりもターゲットになるんですが、はい、今日はまずこの試合はここまで非常に運動量豊富ですね、はい、右サイドえぐって切り返してゴール前2枚、もう1枚入っていく、素早く折り返し、中で合わせられない、こぼれ球、広山、まだボールをキープ、左足でファーサイドに上げていく、中に切り込んで遠目から狙っていく、カバーすると、ね、思い切って攻め上がると、はい、そういったような意思統一が見られますね。あの選手としてはそうやって言ってくれるのすごいありがたいですね。あのすごい体張って最後の最後でやられてますよね。そうですね、浜野からのロングボール、そしてここで前半終了のホイッスルです。今そして後半戦のキックオフとなりました。右から左に攻めるカターレ富山、左エンドが白のユニフォーム、アウェーのザスパ草津、あのいい形になると思います、ね、はい、浜野がよくそこを抑えてます。ワンタッチで右のスペース、朝日を走らせる、ゴール前木本が1枚、中に折り返してシュート、ファーサイドには長谷川が走り込んでいました。あ、連続スタメンを続けています桜田、ロングボール長谷川へ、こぼれ球後ろから飛び込んできて渡辺、さあかわせるか、まだ粘って最後味方につなげない、隅がヘディングで弾き返す、松下、そして高田にここで収まると前を向く、あと2対4、サクサス右に流して右サイド広山からシュート、キーパーこぼしたがここは抑える、今も草津は2対4というような形を、ダイレクトのパスが最後高田には通りません。木本が絡んでいく、ファウルはありません、オフサイドはない、裏から飛び出す朝日、キーパーの1対1、シュート、ナイスシュート、接戦カタール、後半
13分決めたのは朝日片原先生。今上園からダイレクトでここですね、はい、オフサイドギリギリの飛び出し落ち着いてましたね最後のショットも、はい、いい出来だったと。そうですね、朝日がクリア、檜山のヘディングから右サイドフリー、桜井がこのボールを拾う、左サイド朝日、さあドリブルでかわしていくか、後ろから倒して笛が鳴る、これはカードが出そうだ、倒してしまった桜田のファウルにイエローカード、ね、この試合2枚目。草津としては痛い退場となりました。桜田が、広山選手が今準備をしています。柔らかいものファーサイドヘディング、ここはキーパー、柔らかいボール、ゴール正面ヘディング、ゴールキーパーが今のところまで感じさせるようなコメントも、まあ、試合前には出しています。孤独なんですよね、自分ではなんか点数は取れないもんで。さあ今度は草津、一人少ないんですが右サイド、さだ中に切り返して面白いパス、粘って徳良、最後のパスが通りません。左足からのキック、ゴール正面、パンチングでこぼれたボール、もう一度シュート、ここはキーパー正面本田、そろそろ、まあ、パワープレーで玉野、なかなかセカンドボールは拾えないですよね。今のもう少しその徳良のサポートが遅れてしまったと、はい、なかなか徳良のボールが収まりません。あ、そして今のプレーで交錯がありました。今本田へ絡んでいった木本へ、こちらも今日2枚目のイエローカードで木本も退場となります。45分を経過しようというところ、富山の今日、あ、このシーンですね、左サイド、さあ草津が抜けてくる、この前後藤の走り込み、中への折り返しはこれは合わせられません。変わってあるのはこちらも初出場ルーキーの船津です。今ちらっと時計を見ました。バタイマルクリア、そしてここでタイマープロをホイッスル、カタール富山全昇格も初の白星を見事ホームゲームで飾りました。苦しかった長いトンネル、初の勝ち点3を見事ホームのサポーターの前で飾りました。